ジュゼッピーナ・ストレッポーニ、ジュゼッピーナ・ストレッポーニ、ジュゼッピーナ・クレリア・マリア・ジョセフは、ストレッポーニ・ベルディ、1815年9月8日から1897年11月14日は、19世紀前半に活躍した、イタリアのソプラノ歌手である。早くに引退したこともあり、今日ではむしろ、ジュゼッペ・ベベルディの妻、5歳として有名である。ジュゼッピーナ・ストレッポーニは、ローリ、 当時オーストリア帝国領、現イタリアローディ県の県都に生まれた。父親のフェリッチアーノ、1797年から1832年は、モンツァ大聖堂のオルガン奏であり、またいくつかのオペラも作曲した人物であった。ジュゼッピーナは、ミラの音楽院で、ピアノと声楽を学び、内声楽で、優等の成績を収めた。1834年に、オペラ歌手として、 デビューを飾り、1835年、トリエステで上演されたロッシーに、マティルデ・ディ・シャブランで、最初の成功を得た。同年中には、ビーンでも歌い、ベッリーニ、ノルマ、アダルジーザ役、同、無勇病の女アミーナ役、主役で大成功、特に、無勇病の女は、彼女の18番となった。ストレポーニの歌唱スタイルは、当時の評論によれば、済んだ、 透明な、よく通る、スムーズな声、上品な身のこなし、美しい容姿などと形容されている。1830年代の後半から40年代前半にかけては多くの崇拝者を得、例えばドニゼッティは、ジュゼッピーナのために、アデリアを作曲、初演1841年、オローマしたりしている。1839年からは、ミラノスカラザのプリマとしても活躍した。 一方で彼女はいわゆる恋大きい女であったらしい。多くのオペラで共演したナポレオーネ・モリアーニ、テノール及びジョルジョ論校に、バリトンとの男女関係は知る人ぞ知る的なものだったようだし、スカラザの支配人、バルトロメオ・メレッリとの間にも何らかの関係があったと考えられている。彼女は少なくとも3人の死生児を生んだし、その他の妊娠、流産、中絶も多かったらしい。 この激しい私生活の結果、1840年代初めのストレポーニは、プリマドンナとしては早くも、声量、性質の衰えを見せていた。その頃出会ったのが、パルマ近郊物生徒出身の気難しい心身、作曲家、二歳年長のジュゼッペ・ベルディであった。ストレポーニがベルディと初めて出会ったのは、彼が初情作、オベルトを、作曲、初演準備している頃、 1839年、最も同作所演にストレッポーには参加していないではないかと考えられているが、この時点では、ベルディの妻、マルゲリータや息子イチリオ・ロマーノも存命中であり、また、ベルディ自身が、社交の苦手な赤抜けしない男性だったこともあり、二人の間に何がしかの関係を伺わせるような証拠は存在しない。その後ベルディは、息子と妻を相次いで、病気で亡くし、 オペラ、一日だけの王様が失敗したこともあって、1840年、作曲家としてのキャリアを一旦断念しかかるに至る。そのベルディが1842年に作曲、初演し、大成功させた、出世作、ラブコドのゾールで、ソプラノの難役アビガイって役を歌ったのが、ストレッポーに出会った。数公演が終了した後、工業的大成功を喜んだ。 支配人メレッリがベルディに白紙の小ギットを渡し、当枠したベルディがストレッポーニに相談。彼女はベッディーニがノルマの成功で8 0 0オーストリアリラを得た。1831年という例を挙げて、同額をベルディに提案。彼はメレッディからその金額を得たとの逸話があるが、もしこれが本当なら1842年頃には、少なくともそのほどの相談時を行える中だったと言えるだろう。 もっとも、ストレッポーニにとってこのアビガイって役は喉を酷使する難役であり、それが彼女のキャリアをさらに短くした、との見方もある。翌1843年のベルディの自作、十字軍のロンバルディア人初演にもストレッポーニは参加していないし、1845年にパレルモの公演で大失敗した後、彼女は1846年2月の舞台出演を最後に、 歌手活動から引退した。1846年10月にはストレッポーにはパリへ移住、声楽教師としての活動を始める。その翌年の夏頃にはベルディが彼女の住居を訪れ、そのまま同性生活に入ってしまった。ジュゼッピーナは同地でベルディが十字軍のロンバルディア人をフランス趣味のイエルサレムに改作するのを手伝い、また彼に社交界の礼儀作法を教え、 フランス語の苦手な彼の通訳も務め、そしてオペラと切っても切れない、関係のパリ社公会の面々に引き合わせるなど、ベルディがオペラ界で成功するための様々な側面支援を行った。ベルディはストレポーニを伴い、1849年に、競技物制トに帰る。予想されていたことではあったが、競技の人間はジュゼッピーナに対して明らさまに冷たい態度をとった。 前妻マルゲリータはこの町物生徒の出身であり、その父、ベルディの義父であり、若く貧しいベルディ夫妻に、経済的援助を惜しまなかったアントニオ・バレッツも、この頃は、町の名詞して健在であった。田舎町の保守的な道徳感を持つ人々が、この、ミラノなどの大都市で歌い、三人の婚外島で生み、ベルディとパリで同棲していた元プリマどんなを温かく、迎え入れるはもなかった。 彼女に話しかける人が稀だったばかりか、信心深いジュゼッピーナが日曜の教会礼拝に赴くと人々が席を立って帰ることもあったという。教会の司祭もこうした態度を奨励しないまでも黙認していたようだ。不可解なのはそのような事態に直面してもなおベルディがジュゼッピーナとの正式な婚姻に踏み切ろうとしなかったことだった。ベルディ自身の所管にジュゼッピーナに対する 人々の態度を非難する者も,も数多いので、彼が周囲の事態を知らなかったということではない。自分と同棲する以前の華やかな男性交際に対するベルディ自身の困惑、彼の経済的成功に伴い婚姻が財産問題という微妙な問題に関連してきたこと、そして何よりベルディ自身がどちらかというと、反教会的人間であり、教会で婚礼を挙げること自体に対して、 消極的だったことが理由として考えられている。ベルディとジュゼッピーナの二人は、結局物生徒での冷たい目に耐えかね、近郊のサンター型に農園を購入、1851年、そこに引きこもったような生活を営むことになる。自らを農民出身と自負してきたベルディはともかく、花々しい都会生活を常としてきたジュゼッピーナに、とっては退屈な日々だったに違いない。 なお、この頃のジュゼッピーナに対する人々の仕打ちに、かつて奉仕な生活を送ったがためにその姿勢の愛が理解されない、ラトラビアータ、椿姫、初演1853年の女主人公ビオレ。バレリーの運命を重ね合わせる分析もしばしば行われる。1859年8月29日、ベルディはようやく、 ジュゼッピーナと正式に結婚することになり、約十三年間の同性状態に終止符を打った。その結婚式も、代々的なものではなく、サルデーニャ王国領、現フランス領王とイコール、サボワ県の小村、コロンジュス・サレーブの教会に、ジュネーブから司祭を一人招いて、現地の司祭すら同席を許さず行ったものだった。なぜこの時期に、しかもわざわざ、 フランス国境近くの小村で挙式したのかも謎であるが、これが、ベルディがサルデーニャ王国最小、カミッド・カブールの要請に応じて、国会員に就任する直前であること、この地域は、カブールのお膝元である秘密保持には好都合だった、ことなどから、カブール自身が、ベルディの同棲状態を快く思わず、結婚のお膳立てをした可能性も指摘されている。ジュゼッピーナは、 単に大作曲家の奥型多として、暮らすのでなく、ベルディの仕事上の重要なパートナーでもあった。ベルディは、その作曲が進捗する旅ピアノで、妻ジュゼッピーナに弾いてみせというし、彼女の元プリマドンナとしての意見も何らかの形で反映している可能性がある。また、フランス語が少々を話せる程度で語学の際には、恵まれていなかった夫ベルディとは、 対照的に、ジュゼッピーナは語学に引いてており、流暢なフランス語はやつり、スペイン語もかなりの程度理解できたと言われる。スペインの作家、グティエレスの原作になる、イルトロバトーレと、シモンボッカネグラ、同じくスペインの作家サーベドラの原作になる、運命の力に関しては、ジュゼッピーナが、夫のためにスペイン語原点から公害を作成して、夫の創作を助けた可能性が指摘されている。 またジュゼッピーナは、ベルディが、その尊重する大作家、アレッサンドロ・マンゾーニと面会するよう段取りをつける、役も買って出ている、1868年。この面会の体験が後に、ベルディのレクイエムとして結実することになる。彼女は、ベルディに仕える有能な個人秘書でもあった。作品上演や、楽譜出版契約などのジム連絡、来信する手紙の整理、 ベルディよりの変身の副写作成など多くの作業は、ジュゼッピーナ抜きは不可能だった。彼女が整理した膨大な書簡類は今日交換されており、第一級の研究資料とされる。こうしたベルディとジュゼッピーナとの夫婦関係は、1870年代、新たな女性の登場により緊張したものとなる。ソプラノ歌手テレーザ・シュトルツの存在がそれである。名前からも察せられるように、 テレーザ・シュトルツ、1834年から1902年は、イタリア人ではなく、ボヘミア出身のドラマティコソプラノであった。彼女は1863年からイタリアでの活動を開始、ドンカルロイタリア初演、1867年、オボローニャなどで注目されており、また、イタリア随一のオペラ指揮者、アンジェロ・マディアーニの言い名付けでもあった。そのシトルツとベルディは、 1869年2月の運命の力改訂版初演、オミラノの準備中休息に親しくなる。激怒したマリアーニは、婚約を破棄、以後ベルディ作品と決別し、イタリアにおけ、リハルト・アーグナー作品紹介の主導者となった。ジュゼッピーナも、ベルディがあまりにこのソプラノに入れ上げていることに初めは困惑し、やがて演曲に不快感を表すようになる。 夫に出た手紙が現存する。55歳を過ぎようかというベルディと35歳のシュトルツとの関係がどのようなものだったのかは明確ではない。プラトニック的なものであったとするもの、はっきりと肉体関係の存在を指摘するもの、それを裏付ける元使用人の証言もあるなど様々である。20世紀に入ってベルディがオペラ界の聖人扱いされるようになると、 この関係に触れること自体一種のタブーとなった感がある。いずれにせよ女性としての魅力という点では、50歳を過ぎたジュゼッピーナはそれより20年も若いシュトルツと競争にはならなかった。そこでジュゼッピーナは大作曲家の妻としての教授を守る道を選ぶ。彼女は夫とシュトルツとの関係が周分として報じられることを防ぐため、 シュトルツをむしろ自らの親友として家庭に招き入れたのである。シュトルツが必ずしも独占欲の強い女性ではなかったことも幸いし、この初老夫婦とソプラノ歌手との奇妙な三角関係は、アイーダイタリア初演、1872年、レクイエム初演、1874年のみならず、シュトルツが舞台を引退する1877年以降もずっと継続することになった。 ベルディがその最後のオペラ、ファルスタッフを完成させた1893年頃から、ジュゼッピーナは明らかな老衰の兆候を見せ始める。ベルディとの間には子供に恵まれず、当園の娘マリア・ベルディカラーラが幼女となって世話をしていた。最後の年となる1897年にはほとんど歩くこともままならず、サンター型の邸宅でただ最後の時を待つばかりとなった。 11月14日、死去。82歳。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。